今回は、コンフィ UI でマジックアニメートを利用する方法について解説します。ぜひ、最後までご覧ください。コンフィ UI でマジックアニメートを使うためのソースコードは公開されています。ソースコードへの URL は概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。この動画では、このソースコードを Google コラボを利用して動かしていきます。もしも、ここまでの解説で、コンフィ UI、 マジックアニメと、ト、Google コラボというキーワードがわからない場合は、解説している動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。まずは、Google コラボのサイトにアクセスします。Google コラボの画面を表示したら、ノートブックを新規作成、と書かれているボタンをクリックします。もしも、このようなポップアップ画面が表示されない場合は、メニューの中から、ファイルを選択して、ノートブックを新規作成を選択します。 ノートブックを新規作成したら名前を変更しておきましょう。この解説ではこのような名前にしておきました。次にランタイムのタイプを変更します。メニューの中からランタイムを選択して表示された項目の中からランタイムのタイプを変更を選択します。ランタイムのタイプは Python3 にしておきます。ハードウェアアクセラレーターは T4 GPU を選択しておきます。 T4 GPU は無料版の Google コラボでも選択できます。しかし、無料版の場合は、リソースの割り当てが保証されていないため、処理の途中で強制的にコードを終了させられることがあります。そのため、この動画では有料版の Google コラボで解説を進めます。ランタイムのタイプをこのように変更したら、保存ボタンをクリックします。これで、Conf UI のソースコードを実行するための準備が整いました。 それでは早速実行していきましょう。概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページを表示したら、インストールコマンドと書かれているタイトルの下にあるテキストをコピーします。テキストをコピーしたら、Google コラボの画面に戻ります。テキストボックスに先ほどコピーしたテキストを貼り付けます。そして再生ボタンを押します。これで貼り付けたテキストの内容が実行されます。 この処理には5分以上かかると思います。しばらく待っていると、このようなリンクが表示されます。このリンクをクリックします。そうすると、Conf UI の画面が表示されます。画面が表示されたら、設定ファイルを読み込みます。この解説では、あらかじめ Conf UI の設定ファイルを用意していますので、そちらをご利用ください。概要欄に貼ってあるページを表示します。このページを表示したら、 利用ファイルと書かれているタイトルの下にある ZIP ファイルをクリックします。そうすると ZIP ファイルがダウンロードされるので回答します。ダウンロードしたファイルを回答したらこのようなファイルが表示されると思います。この中にある Workflow.json と書かれているファイルを Conf UI の画面にドラッグドロップします。ファイルは何も表示されていない場所にドラッグドロップするようにしてください。 これで、workflow.json の設定ファイルが読み込まれます。設定ファイルが読み込まれたら、ロードイメージという名前のタイトルのブロックに写真をアップロードします。画像をアップロードしたら次に、動きを指定するためのモーション動画をアップロードします。なお、モーション動画の生成方法については、詳細を解説している動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、必要に応じてそちらもご確認ください。今回は、 このようなモーション動画を設定してみました。写真とモーション動画を設定したら、Q プロンプトと書かれているボタンをクリックします。これで動画の生成が開始されます。生成処理の状況はブロックの表示で確認できます。緑色で囲まれているブロックが現在実行されている処理です。処理が完了すると、囲んでいる緑色の表示が移動します。 動画の生成には10分以上かかると思います。しばらく待っていると、プレビュー画面に生成された動画が表示されます。少し顔が崩れてしまっていますが、画像とモーション動画を指定するだけでこのような動画が生成されるのはすごいですね。今後の進展が楽しみです。コンフィ UI でマジックアニメートを使う方法についての解説は以上です。それではまた別の動画で。